皆さんこんにちは、ポケモンゲームでございます。ビアピー2020動画ということで、今回はですね、セリア東京 FP ガチャ最新版ガチャが登場のこちら FP ザニオロメイジをやっていきたいと思います。ついに来ましたね、ザニオロ FP では初登場。通常のザニオロのね、メインショーとかもね、やりたいなと思ったところでの FP ザニオロ登場だったんでね、今回はもうがっつりね、この選手はね、マジでやばいんでね、まあ、この後乗り込み見ていくんですけど、センス92、ポルコン92、ドリブル系、ボールキープも高くて、パスね、どちらもグラブトラブルできて、決定力も結構高いという、まあ、OMF でね、もうぴったりといった能力しますよね。ただ、ザニオロ、ここだけじゃ終わらないんだよね。スピードと瞬発力のね、もうこのトップレベルのね、瞬発に関してはカンスト。で、キック力98。そう、だから決定力とかも結構高いから、OMA の選手でね、かなり決める選手かなと思います。フィジカルコンタクトにボディーコントロール。ともに98と。これは壊れてますね。まあ、ドリブルのところですね。相手とこう密着したところでも多分異常な強さを見せてくれると思うんで。さらにスタミナ97、1試合走れる強さにアグレッシブネス98。これはね、ザニオールやばいよ。さらにライジングにワンパン持ってる。さらにチェイシングインターセプト。強すぎるよね、これ。プレイスタイル2列目から飛べし、ザニオロのね、最大の強みと言ってもいいかな。お相手ディフェンス来てもビクともしない強さも持ってますし、まあ、ドリブル系も強くパスもできてね、アシスト、ゴール、どちらもできるという、もう本当に OMU で完璧に近いレベルのね、選手かなと思うんでね、FP ザニオロ、今回ね、早速メイン仕様やっていきましょう。暴力やばいんでね、ザニオロ。ゴー経済の調子普通。能力のね、やばさよ。マジ足も速くてね、フィジカルもあって、で飛び出しもじゃ決定力もあるというね、なかなかのやばさなんで、ザニオロ頑張っていきましょう。さあ、おいて、ルンメニゲネ、デルペロ、メッシュ来ましたね、アイコニック、ベラが勝利します。さあ、いきましょう、お願いします。まあ、ザニオロ FP に初登場ということでね、ゾンビ差が上げてきそう。OK、ザニオロ。高い。高いですね。さあ、ここ、ネドベド頑張ってあげて。ザニオロ、いやー飛び出していく、強い強い、フィジカルあるし、そこ飛び出し、ザニオロ、いやー飛び出していく、強い強い、フィジカルあるし、そこ飛び出し、強みいきなり出ましたね。足速くてフィジカルがあるんで、あそこセンターバックしっかりかわせていける強さ、ナイスクリバリー、オッケー、いや強い、あ惜しい、フィネスかな、ドリブルドップ惜しいですね、いいとこ抜けてんな、そしてデルピエロ、いや強い、デルピエロえぐい、いやデルピエロえぐい、あそこ強い、やられましたね。オッケー、前半1位勝ち合い、ザニオルね、飛び出しから得点あったけど、その後はね、お相手のしっかりと得点もあったんで、いやい、ザニオル、オッケー、ナイス、ザニオル、くわ、止めてくるか、いや、マジで抜き出し、えぐいけど、ここは傷つかないか。さあ、ザニオロ行こう。ザニオロ。ザニオロ。ここ。よし、アシスト。ザニオロ、ここでアシストしていく。お。ザニオロ。ザニオロ。ここ。よし。硬い試合の中でね、やっぱグランダーパスがね、ザニオロ上がってるんで、通しましたね、あそこ。まあ、結構ギリギリのね、やっぱ展開の中で取ってくれるとありがたいね。パンパ、来た、決めよう、いやさすがすぎるわマジで、来た、決めよう、いやさすがすぎるわマジで、ザニオロ神すぎる。1試合目から鬼の活躍、ザニオロ FP 強い。でもね、ガツガツ来てるとこあったんで、ここまず飛び出しですね。これセンターバック来てるけど、しっかりとね、やっぱ体の強さ、
フィジコンのね、鬼高さで足も速いという、で、飛び出しの質も抜群だよね。いやー、ザニオロさすがすぎるな、これ。もうすり抜ける感じだもんね、あそこ。で、しっかり、決定力も結構高いからね、中盤戦にしては。通して、ザニオロまたここからいいところ打つね。まあ、キックルもあるからね、しっかりといいところはめて。ということでね、まだまだザニオロ行きたいと思います。行きましょう。ザニオロ、外れザニオロね。いいね、ザニオロ。FP。OK、調子普通。ザニオロ使ってるの楽しいもんね。さあ、ここはクリットからザニオロがね、フリットナイスゲームでしょ。さあ、ここはクリットからザニオロがね、フリットナイスゲームでしょ。いや、フリット見せましたね、1個。そしてザニオロがまた飛び出しからいい位置にいたね。まあ、OMF だけでやっぱあの位置ですね、しっかり出してるんで、得点能力の高さもね、生きてくると思います。いやー、抜け出していく、早いよ、ここ。いや、ザニオロ、神マジ飛び出し、強い。ぜひね、入れてほしい選手。ザニオロ、やばいっすね。怪物ですね、OMF でね、この得点力といい、いろいろなところ強すぎる、ザニオロ。2列目からね、あのスピードで来られたらね、多分阻止不可能ですね、ほんと。それぐらいの強さしてますね。さあ、ここはメッシ怖い。落ち着いていこう。ムバッペかクリア、こういうのはクリアしていく。いや、何それ。今の何、バーストのなんかスムーズ系男子ですね。ネドベド上げていくけど、いや、ザニオルいかない、ザニオルいかないか、これ。いやー、来た、いけ、うわー、すごい。いやー、来た、いけ、うわー、すごい。はい、この時間でもはい。 OK、 ムバッペは止めます。サンキュー。しっかり守っていくスタイル。 OK、 ザニオロハットトリックですね。この抜け出し、この推進力ですよね。そしてここ持ち出してね、しっかり逆足精度もね、3と頻度も3で高いんで決めるんだよね、こういうところも。ザニオーロは試合の方、まだ行きましょう。ザニオーロ楽しすぎますね。よいしょ、ゴー。この試合も得点ね、今のところ1、2試合ともにですね、3得点に絡んでるので、行きたい、調子普通。おら、絶好調でかい。さあ、行きましょう、ザニオーロ、レディゴー、レディゴーっすね。ネドベドを運んでいく。ここに出してあげる。で、ライカーザニオロ。いや、ここ強っ。いや、強すぎでしょ、そこフィジカル。いや、ここ強っ。いや、強すぎでしょ、そこフィジカル。1個前でね、シュート打ちたかった感はあったけど、ザニオロの鬼フィジカルでね、きたー、ここですよ。うわー、スライディング、これはいいスライディングだね。うわー、マジか、これ終わったかも。くー、決めてくれよな、やっぱメッシのとこに弾いちゃったね。まあ仕方ない、仕方ないということですね、今のは。ザニオロフィジカル、バースト、もうこっから狙っちゃいます。もうご利用しました、今のは。これオフサイドはなさそうだが、ザニオロのフィジカル強いですね。ここクリアで終わりかな。 OK、 OK、 しっかりフィジカルでくい、チチ。あの辺のね、やっぱり体の強さですね。うまい、マジか、やめて、ロナウド、うまいわ、そこは。今の完全逆疲れたな。ザニオロ来た。いやー、まだあるよ。ナイス、ナイス、ザニオロ。おー、ラッキー、ザニオロからーホルラー。ナイス、ナイス、ザニオロ。
ラッキー、ザニオーロから、とんでもなくね、大胆なドリブル突破してたね、ザニオーロ。いや、あの突破やばいな。なかなかね、ああいうやっぱフィジカルを生きてくるんで。ここ、オッケー、落ち着いてる。そしてファルラー、ナイスラスル。ザニオーロ、パスも通しちゃいます。ザニオーロ抜け出してる。ここはパス、アシストします。確実、あれ確実なとこを狙っていったんだが、今のは逆にやばいやつ。そして1点差だからね。オッケー、ここ選びます。いや、神パス、神パス、惜しい惜しい。ただいけたかな、ザニオーロのこの試合も3得点の、いや、ただね、まだ分かんない。オッケー、ゴリバリー、ザニオロ、キーパー出てるね、もう相手、うわキーパー出てるだけ。3対2だそれ。結構ね、ガチガチの試合でしたけどね。ここ見て、これなんかさ、お相手のね、やっぱカンテってバラもいるんですけど、ザニオロのフィジカル強すぎてね、まあ、本当はね、ちょっと1個前でシュート打ちたかったんだけど、カンテまずね、緊急停止で倒したのでかくて、ただ、ここでちょっとアクシデントあったけど、もろともせずに右足コンか。さあ、やっぱね、ドリブルとかもできる、推進力もあってね、いろんなことできる選手なんでね、ぜひ、もう飛び出しもかなり強いし、ガチスカにおすすめ選手なんで、当たった方ね、使ってみてください。ザニオーロはもう本当に強い、通常でも強いからね。ということで、また皆さんで使って試合の方をやっていきたいと思います。今回ね、楽しみでございます。さよなら、バブ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプラネット。